どうも、有限です。前回反省しておきながら誠に申し訳ありませんが、今回がそのシリーズ中、一番泥酔状態であります。すいません、ちょっと今日飲みすぎました。ということで続きをやっていきましょう。前回、かぼち村まで来たんだけど、そう、聞き込みがね、まだ済んでないので、話聞いていこう。よいしょ。働いても働いても暮らしは楽にならない。じっと手を見る。いや、なんか悲しい村だな、ここ。どうも。そういう村なんだ。かわいそうだな。でも、かぼち、だから村ってさ、牧歌的な印象がある一方、私なんかはなんか閉鎖的な感じがして、ちょっと怖いんだよね、村っていう印象が。ん？おとっつぁんなら村長さんとこだべ。ごめんなさい、すいません。はいはいはい、村長さんとこ行かなきゃね。じゃあちょっとスタンスを調べさせていただきます。田舎の娘っていいよね。あ、やった。ちなみに厳密な言い方をすると、レベルが上がりきってない時点で種を食べるのは損なんですが、ゲーム的には。まあそういうことはどうでもいいよね。うん、知ってます。さあ、化け物は、ね、外出れば5万といるんだけどもね。はいはい。お、怖い怖い。この村には奪捨て山の風習が残ってるんだ。やだなよ。なんかすごい怖いよ。ん？ああ、そう。昨日の夜、なんかいたよ。厳しいね、この村。子供だ。なんで？なるほど。悲しいな。今のうちに、おばあちゃん孝行しといてください。ワンワン。ワンワンって言うかな。言った。ワンワンって言ったね。いや、ちょっと今かなり小さい声なんで、ちゃんと取れてるかどうか不安だけど、やっていきましょう。何？喋ってますね。どこの馬の骨かもしれねえ、よそ者。そう、村っていうのはね、田舎の村っていうのは よそ者意識が強いからね、そこがちょっと怖いんだよね、村って。すいません。すげえ、突き飛ばされちゃったよ、3匹。お、村人たちだ。何？あ、あなたが。みんな同じ格好なんで分かんねえよ。えへん、えへんっていう人って可愛いよね。詳しい話は村長に聞こう。村長ですか？違う？なんだそれ。あなたが村長。あなたはなんか、奴隷時代によくいた顔をしてるんですけど。あ、村長だった。はい。まあ一応引き受けました。お金もらっちゃったんで。いやいやいや。わからない。だから外出ればいくらでも化け物いるってのに。西の方からやってくる。西に行けばいいのね。はい。見つかんないね。なんかあるかな。あれ、村長さんの奥さんかな。よその土地にはもっとすごい怪物が出てるって話も、だからそうなんで。ああ、その化け物は人を襲わない。要するに作物しか食べない化け物なんだね。お、やったぜ、2個目。お力、小さな目。ちなみに、前も話したんですけど、今ちょっとね、気管支喘息が出てて大変なんですけど、お酒飲むとね、咳出なくなるんだよね。ありがたいことですよ。あとは、
あそこだ、教会があるところになんか人がいたよね。はい、どうも。あ、よろずやだった。何売ってる？鉄のつ、あ、鉄の爪だって。あ、装備できない。うん、じゃあ一通り回ったんで、行きますか、西に。西行こう。よし。誰か、今回はね、そうだな、コドランと、スラリン行くか。あ、で、ちょっとごめんなさい、宿屋の問題忘れてた。ここ宿屋だよね、確か。よし、行った行った。確かに、高えな、確かに。まあ、観光名所でもないんでしょうから、宿へ泊まる客も少ないだろうね。じゃあ西行こう。西西。誰？モーザだ。いや、気がつけば幽玄もヒットポイント150か。だいぶせ、ね、成長したね。いたいたいた、バギーは困る。バギーは勘弁していただきたい。よし。で、幽玄、いまだにね、チェーンクロスなんだけど、まあ、攻撃力す、もう今となってはすごい低いんだけど、やっぱりね、グループ攻撃できるってのは非常に貴重なだから、まあ、もう少し強い武器が手に入るまでは、チェーンクロスで行こうかな、っていう感じですね。お、ここだね。お、ビッグアイ。体育座りしてる。かわいいな。声ちゃんと取れてるかな、不安だな。あとね、ちょっとお酒飲みすぎて鼻が詰まっちゃって、だからなるほどって思うけど、やっぱお酒飲むと血管が広がるんだね。だから鼻の血管も広がっちゃってね、鼻声なんだよね。ごめんなさい。ミステリドールだって初登場。よし、どんどん、よしよしよし、ルカニ？スクールと？めんどくせえな。よしよし。あ、守備力高すぎ。痛い。え？スラリンに29ダメージ？あ、そうか。スラリンルカニかかったんだよね。そりゃそうか。いけいけ。あ、直線だ。よしよし。よしよし、ナイスピール。よしよし。だから西を、だからここに何か、しまった。ね、今ちょっと大変なことに気づきました。戻ります。この洞窟ね、ネタバレ、なんだけど、まあ、この洞窟にはあるイベントが待っていて、そのイベントには必須のアイテムがあるんですけど、そのアイテムを、預かり、ん？わお、預かり所に預けっぱなしでした。すいません、ちょっと今回は戻ろう。で、時間的にもし今回そのイベントをクリアしたい場合はカットするかもしれないんで、鳥取に戻るまで。で、もしかしたらカットするかもしれません。はい、一応ここ編集で。はい、必要なものを取って戻ってきました。さあ気を取り直していきましょう。さあこの洞窟は一体何があるでしょうか。あー、なんか分岐がいっぱいってめんどくさそうだな。あー、エビールプラントね。厄介な敵だけど一ターンで倒せれば、問題なし。なんだ、茨の鞭だ、いらないな。金にはなる。ん？骨だ。骨骨骨。あ、なんか、ここなんかあった気がするんだけど、気のせいだっけ？気のせいか。なんかあった気がするんだけど、気のせいだね。誰？あー、単体めんどくせえな。よし。なるほど、魔法使いにはディフラムが効くから、
多分ほぼ 100% 効くからスライインはニフランを使うんだね。なるほど。お、宝だ。お、ネギパンサーだって。懐かしいな。よいしょ。とはいえ、ちょっと ごめんなさい。すいません、ちょっとマイクの位置がずれてしまったので変な音がしてたらごめんなさい。さあ通せるかな。お、いけるいける、頑張れ。よいしょ、初メタスラ退治。よしよしよし、あった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 、イエス、いいね。ドラキシもレロ、ドラキシの成長が一番早いよ。不思議な踊り位置だって。マーリンもなんか覚えるといいね。思えなかった。宝がいろいろあるね。あ、下に降りることができる。あー、めくせな。ん？突撃兵？あんた人間？え、人間じゃないの？モンスターなの？まんま人間な気がするんですけど。わあ、バギー効かないか。しまった。いって、攻撃力高い。よしよし。いいよ。いや、強いな。痛い痛い。この槍の攻撃力高すぎるだろ。オッケーオッケー。経験値高いね。よしよし。複雑な機構。あ、宝だ。なんだろう。あ、滑っちゃった。よいしょ。鉄カブトだ。よっしゃ。誰誰誰だ。ビッグスローズだって。イエティだったらいいのにね。あの、イエティ仲間にできなかった。たですね、結局残念。あー、ごめんなさい、今箸落とした。ごめんなさい。オッケー、ナイスナイス。周り、まあ周りのレベルアップ早いね。はい、なんか強力な呪文をぜひともね、魔法使いだけに覚えてほしいところですね。何、まあ、ただビッグアイとスライムベースのペアが多いですね。ビッグアイとスか。はい。次に行くべき箇所は、おなーって、バギー効かないんだよね。自力で行くしかないか。痛い。あーつ、あ、やばい。あー、危ない。ふぅ、あー、怖い。ありがとう、ありがとう、スラリ。いや、こいつ強いな。人間でしょ、だって。何、悪い人。 OK。 いや、強いな、こいつ。やだな。ちょっとあいつが出てきたら気をつけないとね。集中攻撃食らったら死んじゃうから。ふぅ、あー、飲みすぎた、気持ち悪い。よしよし。誰かいるね。彼は一体なぜここにいるんだろう。聞いてみるか話を。突撃、攻撃力高いね。何してるんですか。あれ、大丈夫か、ちょっと待って。
大丈夫か。大丈夫。始め。こうか。ん？何？怖がりなの？人間です。うん。あ、だから何しに来てんの？修行？修行ですかね。あれ？ここ順路じゃないんだ。じゃあ違うところにまた別の階段があるのかな。ちょっと別ルート。ドロヌーバ？気持ち悪い。助けを呼んだ。ああ、誰来た？同業者。同業者来ちゃった。おらおら。よし、オッケーオッケー。マーリンはレベルアップが早いね。はいはい。でも新しい呪文は覚えてくれない。あれ、ここ順路じゃなさそうだね。あの宝箱どうやってとんの。あ、あ、下から行けばいいのか。そうかそうかそうか。あ、下に道があった。こうかな。あ、コトラが危ない。オッケーオッケーオッケー。よし。おー、エンカウント率が高いね。困っちゃうな。あー、でまた関係ない。おー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 おおお、なんだこいつ強い。でまた関係ある話じゃないんですけど、まあ、おお、びっくりした。ちょっと話は後回し。人食い箱倒さなきゃ。なんかやってくる。あ、弱かった。弱いな。で、あ、で話を元に戻しますと、まあこの動画の位置づけなんですけど、まあただでさえね、特に目的があるわけでもない、その事実上単なるプレイ実況動画なので、まあなかなかね特殊性を見出すことはできないんですけど、例えば私なんかはニコニコ動画っていうのは例えば歯磨いたり、歯磨いてるときとか、あるいは午後にお茶飲んでるときとかに、その暇つぶしというか、そういう感じでなんかちょうどいい動画ないかなっていうのを探して、まあ面白そうな動画を見つけて、でそれ見ながら、まあ時間つぶしにそういう動画を見たりしてるんですけど、まあこの動画もね、そういう位置づけの動画になりたいなと。誰かその見てる人が何かをしながらね、片手間にいい時間つぶしとしてこの動画を見ていただければね、それで非常十分本望なので、うん、だからまあパート1あたりでもまあ言ったことですけど、その本当にね時間つぶし動画になればおいいなと思います。さあ出ましたよ、出ましたよね、これね、本当のこと知らないと分かんないんだけどね。で、戦ってると、攻撃とかしてると何かを思い出そうとしてるみたいな、そういう特殊なことを言ってくるんですけど、今回は時間がないから、一発でいきます。彼はね、あれなんですよ。かつて一緒に行動したベビーパンサーなんですよ。だから、これを使えばね、思い出してくれるんだよね。舐め始めた。で、汚い。そう、ボロンゴなんですよ、これ。イエス、久々。久々。かわいいな。私、猫大好きなんですよ、ちなみに。猫科は全部好き、トラも好きだから、ボロンゴも大好きです。え、誰か。わお。もう初リストラですね。じゃあ誰にしようかな。まあ基本的に今のところ2軍がドラキシとスミスなんだけど、どっちが使えないか
っていう感じだよね。でドラ吉はね、前々回のあの実況でラナルータという非常にね技ありなことをしてくれたんで、今回はスミス申し訳ないけど、あの死体を見るとヘンリーを思い出すんで、ちょっと申し訳ないけど帰ってください。はい。え、これ何？紋章の入った剣？何？パパスの剣、お父さんの剣だって。マジっすか。やったぜ。いやもう帰っていいのかな？宝箱。ああ、宝箱を全部取ったかどうか記憶ないけど、まあいいね。帰ろ。よし、カボチ村に戻って、だからつまりボロンゴ、化け物の正体はボロンゴってことだよね。うわぁ、なんだこれ。デスパロットって何？何やってんだよ。しっかりしろ、有限。お、しっかりしろって言った矢先にレベルが上がった。よしよし。はい、化け物問題解決しましたよ。まあ夜だからちょっと一回止まっとくか。いいよ。いや村長さんと結構行きゃいいのかな。あのお金全額もらってないからね。はいはい。村長、村長。ん？あ、あのヘラグズ口叩いてた人の傑作だべ。どうした？おー、なるほど。そうきたか。そうきたか。だからさ、田舎の人ってさ、そういう疑り深いとこあるよね。だからあんまり好きじゃないんですよね。話は聞いた。いや、そうじゃないんだけど。はぁ、やだな。なんも言うな。ああ、またそう。もう、この村の閉鎖的なやつが嫌いなんだよね。わお。わお。後味が悪いな。後味が悪すぎる。このイベント。ごめんなさい。ん？ひどい人に。ああ、このおばさんだけは分かってくれるんだ。なんか嬉しいな。ありがとう。こちらこそありがとうございます。はあ、後味が悪いけど、一筋の巧妙が見出せてよかったね。さて。じゃあイベントをこなしたところで、今回ちょっとカボチ村編は終了ということで、まあ、またセーブしてこのパートは やめにしたいと思います。お祈りをします。はい、よし。じゃあこのパートもね、また後になって見返すと多分恥ずかしい感じになってると思いますが、じゃあ一旦というか本日はここで終わりにします。お疲れ様です。はい。では毎度毎度ご視聴ありがとうございました。以上です。